皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の国語、生活の中の言葉、2時間目の内容です。前回の剛さんとゆりさんの会話がこのようになるとどうでしょうか。どうしてプールが好きなの？いろんな種類のプールがあって楽しめるからだよ。剛さんは海のどんなところが好きなの？良いところはどこかな？考えてみましょう。ここで動画を止めてください。自分の考えがまとまったら再生しましょう。どうして？どんなところが好きなの？のように相手の意見をもっとよく知ろうとしていますね。相手の言葉を受けてお互いの会話がさらに進んで深めることができていますね。まとめ。会話をしていると自分と異なる考えを持った場面に接することもあると思います。自分の考えを明確に伝えることも大切ですが、相手の考えをもっと知ろうとする態度を持つことはそれ以上に大切です。普段の会話がさらに盛り上がるように学習したことを使って会話をしてみましょう。友達との絆もさらに深まりますよ。これで茨城オンラインスタディ小学校6年生の国語、生活の中の言葉の授業を終わりにします。